香港チャンネル。質問が来ております。はい。元女性自衛官への、セクハラ問題で防衛省が謝罪したと、本人に謝罪したということなんですが、はい、この事件についてどう思いますかと。ああ、この事件についてでも、あかんもあかんでしょ。あれでしょ、陸自でしょ。そう、陸自で。あの、憧れてたって夢を持って。もう、そういうことをな、はい、ほんまにな。あの、自衛官の方は素晴らしいと思うけども、中にはやっぱりな、うん、あ、そういうことをする方もいてるやん、ポンコツもな。うん、はい、ああ。だけど、そういうことに対して、その夢があって、うん、そしてね、この日本を守っていただく方の、もうその希望や気持ちを踏みにじる、もう自衛隊自体が、はい、あ、謝罪はした。そうですね。防衛省の幹部と、うん、幕僚長が二人揃って本人を目の前にして本人に謝罪したと。うん、もうセクハラを認めて。うん、で、本人的には、うん、その防衛省の、まあ、組織として謝ってもらったことはもうこれで大丈夫です。ただ、うん、そのセクハラをした本人に私は謝ってほしいんです。そらそうや。で、その本人たちがまだ謝ってないから、うん、それをどうにか対面で、謝らせてくれるようにお願いしますというのを記者会見で言ってて、うん、なんでそんなんをもっとパッパッパってできるのかな。そうですね。やった人間がほんなら申し訳なかったと、うん、お言うたらええねん、言うたらええやん、はい、時間が経てば経つほど、そうですね、おかしなっていくやん、うん、ね、なんでその上の人間が謝るのっていうのもまあわからんでもないけども、はい、その女性はあのやっぱり本人から。当事者のね。なんやったら、これ、パッて中で起きて、この方が、公にする前に、うん、この上司に言うたときに、その上司とかが、わかったって本人読んで、はいはい、お前ら何してんねんと、はい。なってたら、うん、こんなにもなってない。で、彼女も辞めてなかったかもしれないですね。そうやろ。うん。だから、彼女も、その夢と引き換えやんも、はい、うん。そういうふうに、こういうのはね、うん、やっぱりね、早い時に、この、手を打たな、うん、ああ。やっぱり、憎しみしか残ってけえへんし。そうですね。で、タイミングってあるやん。はい。うん。で、ね、時間が経てば経つほど、その隊員とかもう辞めていってたりとかしたらね、うん、またもう見つけられなくなっていたり。そうやろ、うん、この、ああ、続報ってツイッターで書かれてます。男性隊員らは調査に対し、行為を否定していたが、最近になり一転して複数の隊員が性加害を認めたっていうの。はいはい、で、この女性の舞台では別の女性隊員も性被害を訴えており、うん、こちらにおいても今回事実が、だから何もいてんねんやろ。そうですね。うん。いや、これちゃんとやらなあかんで。うん、舞台と組織としてね。うん。なあ。そやろ、こんな。かわいそうに。だから今ね、女性隊員とかも増えてるじゃないですか。うん。うん、そうやろ、ね、ほんまに。陸自のトップが会見で、はい、謝罪。すんねやったらもう、その部下もな、ついてきていい。うん。だからもう、本来やったらカメラの前で、やるべきことや、もうなるやん。そう。早めやったらならんでええやん。うん、うん。このトップが、はいはい、トップと一緒に。もう舞台内でね、こう。うん、そうそうそう。うん、やりゃっていう。ほんまに。この女性の方は、あれやな、柔道やられた。あ、そうです、そうです。耳がね、この餃子耳、うん。強そうやな、ほんまに。そうです。だから自衛隊でも、うん、その柔道を続けたくて、うん、オリンピック出たいとかっていうので、そういうのもあって自衛隊にも入ったっていうので。うん、あ、そう。これは、本当に、どうしようもないな。そうですね。その、やった人間、ほんで他の、方にもそういうことやろ。うん、ほんならね、さも、この自衛隊っていうものに対して、なんか良くない思いを抱いてる方々に、はい、ね、ここを救われるやん。はい、うん。うん。うん。そうですね。だから、そういうことを、なぜ、その、隊員はやんのかなと思うね。うん、ほんまに。それやったらもうどっか遊びに行けや。
そうです。休日にね。そうやろ、うん、ほんまに。投げられる女も。ね、相当強いんちゃうの？強いと強いと思いますよ、はい。でもやっぱりその上司の命令はね、自衛隊は絶対やから、はい、逆らえないっていうのは。大引くよな。うん。うん、そうですね。だからこれで、もう今後またその隊員になりたい女性隊員とかがね、志願とか減ったりとかするとね、また国としてもね、うん、そうやですし。だから、いや、足は赤いな、取られるような、ほんだ、喜んで、あの、嗅いでくる、あの、議員もおるな、これな、ほんまに。ええ、いや、これに便乗して言うてくるやん。はい、はい。それを利用して。そうそうですね、うん。だからもういらないんだ、みたいなとかね、ああ言うてくる。そうそうそう。いや、これはあかん。もうほんまに、その隊員、出てきて、謝罪し、こんな、あの、上司が、頭下げたところで、うん、っていうか、全員、頭下げて、頭下げられたところで、この子はまた、自衛隊に戻れへんやん。もう戻らないでしょうね。じゃあ、もっと早めに手打てんやって。すぐ処罰したらよかったよ、うん。うん。いやもう。いやほんまね。うん、このね、その、女性隊員、元ね、うん。はい。その、YouTube の、外録チャンネルってご存知です？知らん俺。いろんな人の人生を聞くっていうチャンネルがあるんですけど、うんうん、そこに3ヶ月ぐらい前に出て、うん、このことをこう、打ち上げたんですね。で、そっからこう、大きな輪が広がって、うん、10万人ぐらい一気に署名が集まって、うん、もう、こう、防衛省も見て見ぬふりをできなくなったっていう、うん、ネットの力がこう、動かしたみたいな。ああ、そう。はい、うん。でも、ほんまに、自衛隊って大事やん。はい。うん。だからその中でこういうことを、ほんまにやってくれるな、と思うし、うん、ほんで、この子の夢を、潰してるわけですね。潰したっていう、うん。うん。だから、ほんまにそんなんて、隠そうってしたって、今はもう無理やから。ね。ほんま、規律をちゃんとせえ。もう、ね、命がけでやってくれてはって、一生懸命やってる自衛官の方もおんのに。そうですね。うん。それは飽きません。これは、ダメです。徹底的に調べて、その隊員を、して、はい、改善をしていただきたいと思うところで。で、まして、この、女性の方が、ね、もっぺん柔道でオリンピック目指すなら、うん、もう一回自衛官になっていただいて、で、まあトラウマもあるやろな。まあ、そうですね、うん。ああ、その人の人生をそういうことで潰すなんて。うんいうところでございます。甘い考えがもっぺんできへんかなとか思うけどな。まあそうですね。まあ、やっぱりその人もやっぱり国のためにとか思ってやってたんやろ、うん、そこはなんかね、うん、まあオリンピックは目指してほしいね。そうですね。うん、23、ほんまに何をもんで腰動かしたもんね。23歳やろ。23歳です。ダメです。以上。皆さん、チャンネル登録よろしくお願いします。そして、いいねを押していただければ、また私も励みになりますので、よろしくお願いします。香港からのお知らせでした。